しました。続いてはラテンジャズ研究会です。2018年にラテンジャズ好きが集まって結成したバンドということで、メンバーは東京工業大学のロスガラチェロスですね、ロスガラチェロスというラテンビッグバンドサークルの OB だそうです。定期的に集まってラテンジャズについて研究を深めているということで、代表の方からは思わず踊り出してしまうノリノリな曲を皆さんにお届けしますとコメントをいただきました。それではラテンジャズ研究会の皆さん、どうぞよろしくお願いします。
どうもラテンジャズ研究会でございます。ありがとうございます。1曲目に送らせていただいたのは、クリストファー・ワシュボーンのナンバーで、ニューヨリカン3でございます。最初にまずソリストを紹介させてください。オントランペットナンバーマリオ、オントロンボーン宮沢典次、そして私、ピアノフォルテ井口隆で送らせていただきました。改めまして、我々ラテンジャズ研究会でございます。本日、MC を務めさせていただきますは、重ねてになりますが、ピアノフォルテ井口隆でございます。よろしくお願いします。実は我々、このジャズインフ中出演が2回目になりまして、昨年はですね、隣の会場ひばりホールで、演奏させていただきました。その時もですね、たくさんのお客様に、見ていただきながらですね、熱い演奏をさせていただきましたが、本日はその倍、3倍、4倍、何倍ですかね、もう分かんないくらいたくさん人がいらっしゃって我々緊張していますが、この会場に負けないぐらいの熱い演奏を送らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、早速なんですけども2曲目の方に移っていきたいと思います。先ほどはですね、熱いナンバーを送らせていただきましたが、2曲目は秋の午後にふさわしいようなちょっと爽やかでちょっと心地のいいナンバーを送らせていただければと思います。続きまして、オン・グリーン・ドリフィン・ストリート。
ました。オングリーンドルフィンストリートでございました。ソリストの紹介をさせていただきます。オン、トロンボーン、合ってる？合ってるね。宮沢のりつぐ。オン、ドラムス、大橋純。はい、そして、またまたピアノフォルティ、吉高氏でお送りいたしました。ありがとうございます。はい、ですね、ちなみに先ほど、一度出させていただきましたよってお話をさせていただいたんですが、ちょっともしこの中に去年見たよって方いらっしゃったら手を挙げていただいてもないですね。ありがとうございます。いやでも皆さん幸運でございます。我々のバンドですね、なかなかお目にかかれないラテンジャズバンドでありつつ、さらにもう一つお目にかかれない要素があります。それを目撃できるということで、今日は非常にラッキーな日かもしれません。我々のバンド特徴としてはですね、今ちょっとフロントに構えている一人、ちょっと変な楽器が見えてるかもしれませんが、こちら皆さんお分かりになるでしょうか。ホラガイです。ホラガイを演奏に使うのかと、ブオーとなってるだけかもしれないホラガイをですね、我々楽器を演奏の中にちゃんと組み込んでしまうという、そんな異端なバンドでございます。ありがとうございます。はい、その異端な演奏をですね操ってくれるこのナンバマリオをフィーチャーして次の曲お送りさせていただければと思います。それでは、いきましょう。パキートデリバランのナンバーでマンテカ。Woo!
ありがとうございました。マンテカでございました。今一度、このホラガイナンババリオに大きな拍手を、そして、他にもソロ取った人いたね、オンテナサックスマチアケイ、はい、そして、オンコンガめっちゃ汗かいてるね中川ひろみ、はい、迫真のソロでございました。ありがとうございます。はい、我々もですね、この、ジャズインフチュー、2回目と出させていただきまして、もしできることなら来年もまた続けて出ていけたらなと。 ありがとうございます。はい、ただですね、まあ、ちょっとこればっかしはあの我々の力だけでどうにもできることではなくてですね、あの投票しろとかそういう話じゃないですよ。ですね、このジャズインフチュー、皆様のご講師によって成り立っているというふうに伺っております。会場の後ろの方にもですね、その何ですか、募金箱が設置されているということだそうですので、ちょっと来年の演奏もまた存続させていけるように皆様のご協力をいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね、まあ、ちょっとここまで2曲、まあ、割とジャズの中でもスタンダードなナンバーを送らせていただいたんですけれども、残り、実は我々2曲用意させていただいております。そちらはですね、結構激しめ、厚め、今までも厚かったか、厚かったけれどもより激しく厚い、ちょっとジャズに寄ったナンバーを送らせていただければと思っておりますと言いつつ、どこまでも我々ラテンジャズですので厚い、はい、サウンドをお楽しみいただければと思います。準備大丈夫ですかね。俺が大丈夫じゃないんですけどね。じゃあいけるかな。はい、いきたいと思います。これデイブ・ウェイクのナンバー、はい、いきます。ソンゴミ系で、
ソンゴミケーレでございました。ソリスト紹介させていただきます。オンテナーサックス町田圭はい、オンベース上原陽介そしてオンドラムス大橋潤はい、すいません、またまた登場で井口隆でございましたありがとうございます。ですね、なかなか時が経つのは早いので、次の曲で最後となってしまいました。最後の曲でございますので、先にソリストを紹介したいと思います。一番最初に出てくるのは、オンテナーサックス町田圭そして、なんとこの曲いろんなパーカッションリズム隊でのソロ回しがございます。順番にいきましょう。オンコンが中川ひろみオンボンゴ渡辺貴弘しました。オンドラムス大橋潤そして、オンベース上原陽介そしてですね、オーラスを締めくくってくれるのが、オントロンボン宮沢のりつぐはい、すいません、大変失礼いたしました。それでは、最後の曲に行かせていただきたいと思います。ありがとうございました。ラテンジャズ研究会でした。オスカーカルタヤのナンバーでラティネーション。
ラテンジャズ研究会でございました。ラテンジャズ研究会の皆さんでした。ありがとうございました。改めまして大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ラテンジャズ研究会の皆さんは来